皆さんこんにちは。姉妹大病院ちょっと気になる健康講座の時間です。スタジオには島根大学医学部附属病院高度脳卒中センターの林健太郎教授にお越しいただきました。今回は最新の脳卒中治療と予防について解説していただきます。さて林先生、まず先生がセンター長をお務めになる高度脳卒中センターというのはどういった組織になるんでしょうか。はい、島根大学は近年救急医療に力を入れてまして、救命救急センターの立ち上げを皮切りに高度外傷センター、そして、昨年の9月に高度脳卒中センターを開設しました。高度脳卒中センターというのは脳卒中に関わるですね、脳神経内科医、脳神経外科医をはじめ、リハビリテーションのスタッフ、ナース一丸となってですね、脳卒中に対応していこうという、そういった組織になります。ありがとうございます。さあそれでは、今回のテーマに沿っての解説お願いいたします。よろしくお願いします。それでは最初に、脳卒中ということについてですけれども、脳卒中とはですね、どういった疾患かというところなんですけれども、脳のですね、血管が詰まったり血管が破れて出血して脳が傷んでしまう疾患ということです。で、今まで元気だった方がですね、卒然と邪気にあたる、突然に具合が悪くなるということから脳卒中と命名された経緯があります。で、脳卒中はですね、脳の血管が詰まって脳が傷んでしまう脳梗塞、脳の中に入り込んでいった細い血管が切れて脳の中に出血する脳内出血、そして脳の表面のですね、動脈瘤というものが破裂して、そして脳の表面に出血が広がるくも膜下出血にですね、この3つに大きく分けられます。で、脳卒中は死因の第4位であって、そして何といっても寝たきりの原因のですね、第1位というところが問題となっています。で、脳卒中の内訳なんですけれども、1960年代はですね、脳出血が中心でした。近年いろいろ状況が変わってきまして、脳梗塞が最も多くなってます。そして、脳内出血、くも膜下出血、こういった順になっております。今日は主に脳梗塞についてお話ししたいと思うんですけれども、脳梗塞のですね、機序は主に2つ大きく挙げられます。動脈硬化性の脳梗塞、これは動脈にですね、動脈硬化のプラーク、そういうものが溜まっていって、そして血管がだんだん細くなっていって流れが悪くなると、そして血の塊ですけれども、血栓が付着したりしてとうとう詰まってしまったり、先に流れていって先の血管が詰まってしまったりと、そういうことで起こる機序の脳梗塞が、動脈硬化性の脳梗塞です。そして、もう一つが心原性脳塞栓と言いますけれども、心臓の中に血栓ができて、そしてそれがずっと脳の血管に流れてきて脳の血管に詰まってしまうと、これを心原性脳塞栓というふうに言います。で、脳梗塞の症状なんですけれども、脳はですね、その場所場所によって機能が分かれてます。特に左脳大脳においては言葉を理解するような中枢ですとか言葉を話す中枢もあります。で、それぞれこう血管で栄養されてますので、詰まった血管の場所によってですね、症状が違ってくるということになりますけれども、分かりやすい症状として、顔面の麻痺、顔が歪んで見えたりする、そして手足の麻痺ですね、こう手を上げてくださいって言った時に手が下がってくるような麻痺、運動麻痺、そして言葉を話せなくなったり言葉が分からなくなったりですね、そういった言語障害、この症状が3つ揃ったら9割型脳卒中であると、1つだけでも7割型脳卒中であると、そういうふうに言われてます。重症の場合にはもう急に意識がなくなったりとかですね、することもありますので、
急いで、病院に来ていただくことが大事ということもありまして、この頭文字を取ってですね、ファストということで、急いで対応しましょうという啓発の言葉にもなっています。今の症状を聞くと、一番身近な家族がまずはあれと思った時にもう何かしらのこう診断を、こう、なんて言うんでしょう、診察を受けるっていうのがもしかすると大切になるのかもしれないですね。そうですね、本人だけでもちょっと分かりにくい、症状もありますし、連絡したりするのはですね、ご家族が連絡することが多いかもしれませんので、ご家族も一緒にですね、こういった症状には注意していただいたりして、そして、なるべく急いでですね、病院に来ていただくというのが今後のこれからの治療の上でもですね、大事になってきます。また急に寒さが厳しくなったり、この時期というのは気温の差がかなり出てきます。寒くなると血圧が高い人は心配という方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱり季節的なものもあるんでしょうか。そうですね、やはり寒くなると血圧が上がることはありますよね。そして、お風呂の中でもまた冷えたところに行ったりとかですね、そういうことで、急に血圧が上がったりすることもありますので、今の時期ですね、やはり注意しておく必要があると思います。それでは、特に血管が詰まった時の治療ということで、最近進歩してきている治療をご説明したいと思います。一つ目は TPA 静注療法と言いますけれども、これは血栓が血管に詰まって、そして、血液の流れが悪くなって、脳が傷んでしまう、これが脳梗塞なわけですけれども、この詰まった血栓を TPA という強力な血栓溶解薬で溶かして、そして詰まったところをまた元通りですね、血液を流し上げようという、そういう治療になります。これは注射でできるというですね、特徴があるんですけれども、ただこれを受けるためにはかなり病院にですね、早く来ていただかないといけないんですね。と言いますのは、詰まってしまって脳が傷んでしまった、神経細胞が死んでしまったところにですね、血液をまた再開通させて流し上げても、死んでしまった細胞は生き返らないと。病院に来ていただくのにも、まずは症状に気づく、ご家族が気づく場合もあります。そして、それを連絡すると、救急車を呼ぶ、そして実際に救急車で運ばれる、そして病院について、病院についてもですね、その後本当に脳梗塞なのか、きちんと検査をして、そしてこの治療した方がいいのか、こういったところも我々判断していかないといけませんので、やはり来られてから診察ですとか血液検査、 CT の検査などをしてご説明をしたりですね、1時間ぐらいはかかります。ですので、TPA のですね、治療を開始するまでに 4.5 時間というふうに一応決まってますので、そうすると発症してからですね、病院までは 3.5 時間、3時間半ぐらいまでにですね、来ていただかないといけないというところが、この治療のですね、ポイントになります。そしてもう一つ、最近ですね、非常に進歩してきている血管内治療、カテーテル治療についてお話したいと思います。これはステント型デバイス、網のようなですね、機器になりますけれども、これで実際詰まった血栓を回収した後の図ですね、血栓が絡んでいるのと、そして回収された血栓です。もう一つは血栓を吸い取ってしまうと、太めのカテーテルですけれども、これで実際に回収された、吸引された血栓がここに映ってます。このようにして、溶かすだけではなくてですね、もう取ってしまおうと、回収してしまおうという治療が急速に進歩してきています。血管造影室でですね、こういったチームで行っているところです。実際この患者さんは右の中大脳動脈という血管が詰まってましたけれども、そこにカテーテルを進めていって、このステント型デバイスと、このデバイスをここで広げまして、そして血栓を回収してきたと、また脳に栄養が行き渡るようになるということで、脳細胞がですね、傷んでしまう前にこういった治療を急いでやって、
脳を助けてあげようという治療なんですね。それで、まあ、うまく血液の流れが元に戻りますと、脳梗塞になることを免れてですね、そして、運動麻痺、半身麻痺などのですね、症状が、まあ、劇的に改善するということになります。まあ、実際に治療した患者さんですけれども、この方は左のですね、中大脳動脈が閉塞しています。まあ、MRI で見ますと少し脳が傷んでいる影がですね、ここで白く映ってますけれども、白くもやっとしたところなんですか。そうですね、はい、これが左の大脳の断面図なんですけれども、詰まっているためにですね、右脳と左脳で、左脳のところにこういった白い淡い変化がですね、出てきているというところなんです。そして先ほど申し上げた再開通療法ですね、血栓を回収して、流れを元に戻そうという治療を行いまして、そしてこの方は早くこういった治療ができてですね、脳梗塞も軽く済んだと。そして、右半身の麻痺でしたけれども、それも治療後には完全に良くなってという経過をたどられた方です。で、まあ、一方でですね、治療が遅れた患者さん、まあ、ちょっと受診が遅れてこういった治療がまあできなかった方ですけれどもね、そうすると白い影がですね、左の大脳全体に広がってしまっていると、そうするとこの方の場合には右半身の麻痺が、そして言語障害が残るというような、まあ、後遺症がですね、残ってしまいました。ですのでここを分けたのはですね、やはり病院に早く、来ていただけたかどうかというところで、まあ、早く来ていただくのがですね、治療のやっぱりポイントということになるわけです。そうですね、せっかくこうした高度な医療が開発されているにもかかわらず、発見が遅かったらそれが受けられないということになるわけですもんね。そうなんですよね。まあ、こういった治療を実は受けられる患者さんは脳梗塞の方の1割未満というふうに言われてまして、まだまだこういった啓発とかですね、足りないのかなというところがあります。何かその早く受診しましょうという啓発活動というのは行っていらっしゃるんでしょうか。そうですね、こういった治療の進歩に伴ってですね、いろんな学会、脳卒中協会の活動がありますので、ご紹介したいと思います。一つは脳卒中協会のキャンペーンですけれども、スピードが命なんだよということで、こちらはサッカー日本代表の元監督のオシム監督ですけれども、オシム監督、脳梗塞、まあ、心原性の脳塞栓でですね、今も後遺症が残ってますけれども、こういった脳梗塞の治療にですね、協力してくださって早く受診されるのがですね、大切なんだよということで参加してくださったというところがあります。血栓回収療法、こういった治療を、中核コアとして担当しようと、そういう施設を、地域ごとにですね、指定して治療を受ける可能性のある患者さんは場合によっては転送しようと、島根県内では松江市に一つ、そして出雲市で我々のですね、島根大学病院が指定されています。その他にも血管内治療ができる施設はですね、県内で合計5箇所、血管内治療院の専門医が勤務する施設と、こういったところでですね、血栓回収療法をですね、進めていこうということになっています。そして、我々独自のまた取り組みですけれども、脳卒中ホットラインというのを開設しました。今までは救急車なり、県内の医療機関から連絡が入りまして、そして、脳卒中当番は、呼び出しという形で駆けつけていましたけれども、ホットラインを開設して脳卒中当番に直接連絡が入るようにすると。そして、脳卒中当番は当直体制を取りまして、もう必ず院内に、常勤でいると、24時間365日院内で待機していると、そういう体制を取りました。そして、血栓回収療法とかですね、場合によっては開頭の手術とか必要になることもありますので、そういった場合には、脳神経外科医に連絡をして、速やかにですね、治療を進めるという体制をとっています。
さらに、今いろいろ IT のですね、技術が進んできてますので、まあ、それを脳卒中の救急にも活用しようということで、画像アプリケーションですね、まあ、これを導入してます。各自のスマートフォン、まあ、脳卒中ホットラインを含めてスマートフォンにアプリをダウンロードしまして、そしてそれで脳卒中センターのですね、メンバーが情報をやり取りしようと、まあ、ここでは一つ実際に上がってきた82歳の男性、何がしかの症状が書いて、そしてあと20分で到着しますという情報が、連絡が入ればメンバーにですね、一斉送信されると、まあ、そしてそれを見た一人のメンバーは病院に駆けつけますと。その他にもこのアプリケーションはですね、院内の電子カルテとつながってまして、まあ、電子カルテで、撮影した画像がですね、もうそのままスマートフォン上で確認できるということで、情報共有をしやすくなって、そして、まあ、速やかにですね、治療方針を決めたり対応できるように、努めています。一つ、動脈硬化性のですね、病変の予防ですけれども、これは頸動脈の手術なんですけれども、頸動脈をこう切ってですね、そして中に溜まったプラークをですね、こう取り除いているところなんですけれども、まあ、こういうものが血管を結局細くしたり血栓がついたりして流れが詰まってしまうと、これがこうできないようにですね、していくのが大事なんですけれども、動脈硬化の原因というとですね、高血圧、糖尿病、高脂血症など、いわゆる生活習慣病ですね、これがまず第一の原因です。そして喫煙、アルコールの多飲、こういうことが動脈硬化の原因になりますので、これをですね、日頃から治療していったり、注意していくということが大切になります。そしてもう一つの脳梗塞の原因ですけれども、心原性脳塞栓症、これは心臓からですね、血栓が脳に流れてくると、まあ、その場合ですね、不整脈があって、中でもこの心房細動という不整脈なんですけれども、これはそのこの心房細動の心電図なんですけれども、脈がですね、もう全部間隔がバラバラです。こういう不整脈がありますと、まあ、心臓の中の心房というところでですね、血液がぐるぐる渦巻いてしまうと、滞ってしまう。そうすると滞ったところで血栓ができて、それがまた脳に流れていって、脳の血管に詰まってしまうというようなことになりますので、この心房細動という不整脈に注意する必要があるんですね。これはまあ、医院、まあ、クリニックでですね、受診していただいて、心電図をですね、取ってみれば分かりますので、こう自分で、まあ、脈を取ってみて、ちょっと脈が一定ではないなということであれば、まあ、クリニックをですね、ぜひ受診して心電図で確認していただきたいというふうに思います。それでは先生、本日のお話のまとめをお願いします。はい。脳卒中ですね、まあ、脳血管が詰まる脳梗塞と、血管が破れて出血する、脳内出血、くも膜下出血、まあ、この3つがですね、挙げられます。脳卒中は死因の第4位で、まあ、寝たきりのですね、主な原因となってます。今日は脳梗塞についてですね、主にお話ししましたけれども、発症してから早期に治療すれば症状が改善する可能性があります。そして予防としては、高血圧などのですね、生活習慣病や不整脈を治療するということが大切です。今回は最新の脳卒中治療と予防について紹介していただきました。お話は島根大学医学部附属病院高度脳卒中センターの林健太郎教授でした。今日はありがとうございました。ありがとうございました。